はい、ご視聴ありがとうございます。ハレレプロズの津村です。はい、皆さんこんにちは。元ハレレプロズの井川俊彦です。今回私服になった。私服ですね。ちょっとね、もうね、ユニフォーム脱いだんでね。まあ、ハレルヤにね、勤務してる人間としてこうやって出演することもあるかも。一応プロシーンは引退なの。微妙ですね。ただまあ、PT はまあ、権利あれば行くから多分。なんでまた、はい、グランプリとかね、いつでもお会いする機会多いと思うんで、よろしくお願いしますと。いよいよ。はい。もう来週、ラブティカのギルド。はい。の発売日ということで、はい。めっちゃ楽しみですね、やっぱ。新カード、やはり良い。良い。ニムミゼットが使いたい。派手でしたね。ニムミゼット。絶対出たら勝ちだね。まあ勝ちですね。というわけで今日はですね、マイセット恒例のハレリアウェイファインダーという企画があるんですけど、その中から、ちょっと2つのデッキを持ってきまして、今回新しいカードがたくさん入ったデッキを作っていただいたので、レッキンジが使うのが、まあ、見どころのテラーと言われてるアンサーシステム。テラーではない。テラーではない。もっと強いビンディケート。テラー確かに今のところ誰も通じない。さすがに通じない。黒のクリーチャーを殺すといえば、いやクリーチャー以外もあるから。まあそうですね、ね、土地が壊せるってのはね、やっぱトロン嫌いのおじさんとして。いや、俺の大好きなアグリサトロンが。ちょっと脱線してしまいましたけど、はい、そんな新カード、盛りだくさんのゴルガリンチェンジ。対するイクアさんは正義の模範、オレリア。今回のね、トップシンガリアの1枚かな、多分。が入った、ボロスビートダウンを使用しますと。はい、そんな感じで、はい、今回はかなり両方とも新カードが盛りだくさんなので。確かに。はい、早速じゃやっていきたいと思います。はい、お願いします。なんか見やすい台数。8。負けました。弱気。9。え？先手じゃ。く。く。取られた。すす。こんな感じで、すげえ平和な手札なマリガン。新カードだらけですが。まあ、端的に言うと234スペルランドは勝ったーみたいなね。でもね、やっぱね、この先導共同を使うからにはね、1から動きたいんですけど、まあマジックなんでね、文句言えないですね。キープでございますよと。はい、今回は軽いカードもあって、さっきはねちょっと土地が多すぎたんですけど、今回はそんなこともないのでキープしたいと思います。じゃあ先手少ない、なるほど、上です。はい、お願いします。はい、キルランタッピン懐かしいよね。懐かしい。何枚入れるか。そう。カップ。ヌイシエの。お、強襲者。え、すごい、なんかモダンっぽい。なんかギルランからこいつめっちゃモダンっぽい。そして新カードもちょっとぼちぼち落ちて。いろいろ落ちましたが。おいおい。おいおいして。ここまでドレッジバイっぽい、ね。ほら。断崖の避難所からサンホームの重鎮。新カード。新カード A。先制攻撃と共同。はい。うん。割り。殴りやすいよね、先制攻撃ついてるやつ。普通に強いです。うん。いや、さすが、アンコモン。初手で取りそうだよね、こういうカードは。右手と余裕で初手で取りそう。どう見ても強い。疫病作りし。何何バインドの時に各プレイヤーはクリーチャーかプレーンとかを一体投げる。で、それができないプレイヤーはカード打ちです。死んじゃう？これ今死にました。死んじゃう？死んだらこれ言うなって。え、すごい美しいコンボ。コンボでは、ドロー。うん、ここまでは確定でと。そうか。ゴブリンの旗持ち。はい。これもね、共同だってさ。で、2枚でパンプ。パンプ。プラプラパンプすると、3になるから2のやつに乗っけれるっていうね。これはチームシリーズ決勝大活躍。で、もう1体出して終わりと。うん、共同だらけだからね。はい、ほっほっ、いりません、いりません、す、もう一回、す、いりません。で、終わりです。さて、でどうしようかな、ドロー、はい、ここかな、これが4-3で3-2か、3-2でこれがパワー、あ、なるほど、わかりました。レディアー、はい、デデデデー、あんまり努力してやらない、プラミプラゼロできる、うん、そう、なのでコンバット入ってプラミプラ1とかプラミプラゼロかな。あ、こいつも強度あるの。強度もある。すげえ。まあこいつはまあ、ヘイストはないけど、
だからここをパンプしてコンバット、はい、でこれがパワー3で2だからアタックしてこっちの強度がこっちか、だから3、3ファーストと3、1 3、3ファーストトランプルも得てる、トランプルも得てるで、ダブルブロックでまあ1対1かな、うん、で、3点、うん、17ポリッ25これ1で4点でもよかったよな、それとな、キャンプでしのがれそうだからな、もう、はい、うわーお、強いがしかしタッチが欲しい、はい、さあついに俺には投げるよと、ヘイクとしてもパワー4は確定してるんですね、そう、まあ自分自身を取れば4、どうしようかな、なんかめっちゃむずいなこれ、こっちをパンプするとこいつの共闘が気に入ったり共闘を選べるような状態になる、あー確かに、じゃあなんか何でもできるな、めちゃくちゃ難しいな、これにします、じゃじゃーん、軍勢の戦をやる、盾よし、盾よし、いや違う、全く盾よしじゃない、盾よし製造者言われてラブルマスターね、はい、ラブルマスターさすがに皆さんご存知、はい、盾よしもちなみに旧ミラディなんで、こうなってで、オレリアがこいつをパンプしてで、全部殴って共同がこれがこれ、これがこれで、こっちから完結すれば2になって、これの能力で3になる、だから312533、これがトランプル、これがこいつの能力でトランプル、お巨大化ジャイグーラ、完全感激、赤白でプラニプラニ、こまあ、こっちだって相打ちだよ、あとタンネ下がってない、うん、点2点、はい、15終わり、すごい、これね、これね、めちゃくちゃ難しい、この共同の使い方、確かに、しかしラブルが強い、ラブルが強いね、やはりいつの時代も、しかもこいつも共同あるからね、えすごいすごいよ、厳しい、はい、チュ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 、ほう、こんなの入ってた、軍団の上陸、出ました、じゃじゃん、で、メインフェーズを終了したいよと、よいしょ、サチ、はい、アンタップいいんだよね、確か基本地形1枚、はい、スタンダードはさすがに無限に持ってこれます、ね、なんとかだと基本地形切れることもありそうですが、ね、はい、じゃあコンバットで、これの対象がオレリア、自分自身にするか、今度は4になって4と3だから、こいつがこれの共同で乗るのか、7、でも自分自身だから警戒があるの、おお、警戒つくの、いや白だったら警戒で赤だったらトランプルなんだって、へえ、すげえつくやん、だから4マネ4号トランプルみたいな効果、はい、勝ってない、うん、でもう1対3ホームの11に出して、はい、すごいこのカード、共闘って強い、共闘すごいね、なんかようわかんねえな、なんかリミネットでも共闘と長方、ね、あの2つだけは結構群を抜いて強い、長方って強いスクラだよね、このね共闘もね、だって今の22ファーストとか普通じゃん、についてるからね、普通ではない、普通普通より強い、常に最初から強い、一応序盤から動いていける、ちょっとこれがね、どのターンに打たざるを得ないかでだいぶ変わりそうですけど、まあ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 いけるでしょう、平均的な反応ですね、もういかにも土地とクリーチャーみたいな、よっしゃよっしゃ、シュッギルガオ2で3で1で2つ
ハーフの方が強いか。はい。うん、この構え、いつか見た構え。しかしここはあえてしょうがないか、テンポ的に出すしかないか。うん、フラッシュ一回クラクラを入る前に、うん、よいしょ、いけ、終わり。はい、サージサージ、はい、俺じゃん。4点。16。はい。やめて。3枚。ラウンドを置きますか。確認でしょうか。欲しいよ。欲しくない。はいはいはい。最終的にリソースになるもんね、それは。もしかしてワンモアトロフィーですか。ワンモアトロフィーですか。ドロー。コンバー。攻撃クリーチャー指定前。シュ。これより土地が増える。たくさん並ぶと急に難しくなるんだよな。難しい難しいよ。そっちから押しても難しいでしょ。だってどう殴ってくるか分かんないから。先手の人間は普通に強いですね。そうだね。これは構築使えそうだね。人間ファースト共同ほんと、まあ2番にしておかない。ちゃんと出ればね。うん、穴つかむわ。よし、おっ、ブラさんはし、ブラさん運営で、はい、ブラさん、あ、さらにブラさん、何それ、そんな能力あんの。確かにそっちが3以下殺すみたいな、普通にカードですよ。なんかここっぽいが、こっちから一応これ見たりし、難しい、ようわからん。なんかこれの共同がこうなって、それがこれ殺すではないか、普通に一番弱いもんな。パワーが低いやつを殺すと共同が得しちゃうんで、パワーが高いやつから順に殺していくのがきっとセオリーになる。で、セクション終わりです、うん、で、次はあのブラス取られんのか。いや、きちいなこれ。ドロ、お、お、オレリア、オレリアだけは、オレリアやな、オレリア、オレリアやな。うん、まあ絶対出すからブラスカでやれるから。そうなんだよね。どうしようかな。出すのだけかけてトップデッキしてる。いや、ちょっとごめん。いや、マジで全然わかんないこれ。返して殴るか。まあ、金だったら結構強いですけど、それだったらブラスから諦めますよ。金だったらいいかな。それしかないか。で、トランプでここにつけて、で、こうで、これがここに乗ってるか。で、これがこうか。で、もう挟む。で、返しそうだね。これが3になるとでかいんだよね、次。これがここに乗っけれるから。で、まあ、これは死んでみたかな。これだと全部こうできるもんね。急に強くなる。一回乗ると。で、まあ全部、まあ次全部ブラスカだろうな、これは。これがこれ、これがこれか。2回パンプしてから殴れば、これがこれ、これがこれかな。
パンプして5になりました。コンバットくっ、そこから軸が飛んでくるのか。どこだ、あ、そこで、まあじゃあこれ両方ここに殴って、こうか、こうダブルでいったやつですか。で、3連続ですか。よいしょ、よいしょ、こう、これはこれ乗ってるとかあれですけど、だっけ、また最後に1回下がって、うん、2回使った5-1でコンバット、これも使った4-10。あれ難しいな、このコードをどうしよう、うん、しかしダブルブラスカーをしのいだぞ。理想ですね。ドミナリアダンシフトが引かれると一発だ。ドライフ10、これが通ると一気にコンバット6点から4点、はい、おお渋い渋そうじゃん。はい、さすがに、くからの、そのハンドの一枚が何だろう。これがプロフィールさん、コマッチ5位アクティブ、はい、6点そうだねはい、というわけでボッコボコにされましたちょっと相性もあったかな、うん、この辺の疫病作り師がちょっとまあ井川さん的には聞きづらかった。確かにこの1マナ11のね、死んだかトークン出る追われる商人が入ってたのがちょっとこの相性差がね、まあ、この辺りは、まあ、もしかすると3マナ32でトークン以外のクリーチャーが死んだら1点食らってワンドロー、はい、今画像が出てるはずですと組み合わせるとこのブラスタープラス1とかも使いやすくなっていいかもしれない。しかし強度が難しいですね。そうですね、このゴブリンの旗持ちとサンホームの重鎮とボロスの挑戦者、ここがね並んだ時にどうパンプしてどこを大きくして殴るのかっていうのがめちゃくちゃ難しくて、強度しかないと簡単なんですけど、各人大体パンプできるからね、パンプができるからね、そう、そう殴るか、これからなんか調整しがいのあるいいデッキだなと思いました。なかなかやっぱこのねラブルマスター強かったし、ラブルは強かったバランしてました、ね、いやラブルとオレリアはめちゃんこ強かった。やっぱオレリア本当にギデオン感すごいね、これマウント力は、うん、まあ、全体状況が流行るかどうかとかにもよるでしょうけど、うん、かなりやりきれです。いやボロスいいですね。いいですね、まあ、僕もボロス好きなんで、強いボロスは好きなんで、これは惹かれます。惹かれる。今回ちょっとサイドボードがなかったんですけど、もう大会の来週に参加できるというか、はい、そうですね、来週には参加できる。おその大会といえば環境ウイジン戦、はい、環境ウイジン戦はどんな大会ですか、津村さん。新セットが発売されるたびに開催される、うん、最初に強いやつを決める大会、めっちゃ強い語彙力がなさい、語彙力がなさい。じゃあ、はい、魅力は魅力は、まあ、やはり新セット発売の次の日にもかかわらず、うん、あれだけ長いラウンドで、高いレベルで、そうですね、たくさんの参加者の方と自分の持ち寄ったね、僕が考えた最強デッキで戦えると、そんだけ長いラウンドやるってことは参加費お高いんでしょ。僕知らないええー、嘘、今の振りは多分長年鍛えられると僕としてはきっとただなんじゃないかな。そう、まあただ
参加費は5000円ですけど、はい、え、ただやん。いや、だそう、ポイントが5000ポイントもらえるからただ。え、しかもラウニカのギルド1パックももらえる。いや、だからプラスすごい、ただを超えていた。ただを超えたという形で、ね、はい、帰ってくるぐらいの感じですね。各店舗、あ、そう、全店で、全店でやるはず。初スタンダードして楽しんでもらいたいですね。そうですね、環境編成の前に、はい、はい、プレリもね、全店舗でやるんでよろしゅうと。そうですね、プレリは、まあ、名古屋チームシールドの大会の練習にも絶対なると思うので。そうですね、やっぱ新しいカードに触れてリミテッドを覚えるという意味では最適だと思うので。個人的なおすすめとしては、自分の得意なギルドを決めておくとチームメイトと綺麗に振られると思うので、まあ、なので得意なギルドを何か決めておくと得するかもしれません。ちょっとまだあのウェイファインダー今日は多分上がってないと思うんですけど、来週の水曜日ぐらいにはきっと全部上がってるんじゃないかなと思いますので、はい、そちらの残りのデッキもお楽しみに、はい、あとはこのデッキを誰が作ったのかっていう点にもね、そうですね、注目していただきます。というわけで、今回の動画が良かったという方はチャンネル登録やシェア、そして動画の感想や応援メッセージなどをコメントしていただけたら、丸読み棒読みちょっと読み上げたら大読み最後まで言ってしまったんです。はい、はい、というわけで今回は、ここまでということで、はい、ハレリアウェイファインダーから2つのデッキを使ってお届けしました。来週ハレリアウェイファインダーの残りのデッキも、はい、公開される予定ですので、そちらの方もお楽しみに。ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。